今お一人暮らし、はい、そうなんです。で今あなた場所どう思いますか。私なんか今の場所、今の場所知らないし私そうか中にいるな、住まいだよ、あ住まいか、うん、それだけ聞いたら私行ったことないから分かんないね。ただそれは目を閉じて私の手を触れた時に自分のお家を私に伝えるように脳の中に映像を入れてっつってさ、私に伝えてっつうとそこがいいとか悪いとかって、結構麻布とか六本木の方っていうのはね、あのなんか昔の土地柄のせいか結構お墓みたいなの多かったみたいで、お墓めっちゃ近くにありますね。だから多かったみたいで、そういう人だと大体霊的なもん知ってる人多いよ。で今日も来るときにあれもしかしてそういう人がいたらやばいかと思ってちゃんとお手持ってきた。なんか家に何かがいる気がする。ああそう、仲良くなったの。なんか何て言うんだろう、それ実家の時もあったんだけど、なんか寝る前になんか感じるいつも。うん、であなたは繊細で優しいからね。うん、ただ今の家に引っ越してから全く眠れなくなったり寝すぎたりっていう波が、うんうんうん、ちょっとごめん、何にも情報入って私やりにくいから何も言わないね。それで今健康を見るときに私は手を触れる、手を触れたときにあなたがそういう影響を受けて受けてないかは私の体で感じるから何も情報いらないよ。気になる気になる。ただ今東西南北頭どっち向けて寝てるかな、北とか南とかそういう表現して。えどっち向いてるんだろう。じゃあこういうの言うね。こっちガラッと窓開けたらこっちから朝日が昇ると、そうすると東、あじゃあ私反対だから西だわってこういうふうに分かるのね。どっから向いてるんだろう。まず太陽が昇る位置分かる、自分の部屋から。いや結構もう家に囲まれてるんで、どこから向いてるかあんまり把握してない。窓から朝日が昇るの見えない。家がもうマンションを建ってます。うん、マンション建てても大体朝こっちから日が昇るよねとかってそういう感覚で物言ってもらいたいけど、ですね、これエビ新城と赤エビの、ミニアンガケなんですか。この辺じゃない、ごめん、どこなんだろう。お友達の佐藤さんは知らないの、彼女の住まいの。どこなんだろう。じゃあさ、家帰ったらスマホでコインコインが出るからやってみて。ちょっと、でこれ私書くから、そしたらあの大井神社に出てってやったら、もう私北に向いて寝てんだなとか西だなってわかるから、ね、であなたの本来の本物は自分の名前と生年月日っていうのはあれですか。じゃあこっちじゃない、こっちね、ここでね、じゃあ日にちだけ言うね、何年何月何日っていうとね、ここの26日までは何月9月26日まではこの世にね、お母ちゃんのお腹がそれ宿すぎの宿命っていうね。でおぎゃおぎゃと27日産声の時、運命白部命と書いて定めっていうのね。だからその定めっていうのは世の中本物と偽物全択から、本物であればよく眠れるんだけど、自分に合わないことは自分とったら偽物になっちゃうのね。その話もちょっとちゃんとしようか。世の中は本物と偽物しかない、善と悪しかない。自分にとって気合う人と合わない人がいて、自分にとって美味しいまずいってそれぞれでしょ。そうすると自分の寝る頭の位置も合う合わないがあるよね。で合う方に向けるとよく眠れて疲れが出て物事スムーズにいくよって意味で今ここかここに書くからね、あなたの本物をね。そうすると東西南北の人が立って両手に向かって、だから方位を見る、方位をと、あっち引っ越してからどうも体調が悪い、よく眠れなくなった、あっち引っ越した方角悪かったのかな、動いた時期は悪かったのかなって人の言葉で聞いたことあるかな。もちろんその逆もある、あっち引っ越したらすごくよく眠れて体調いいし、最近仕事はすごいうまくいって、あっち引っ越してから俺ついてんだよねとか、行った方角良かったのかな、動いた時期は良かったのかな、必ずある。だからタイミングだけだと、そうすると夏美さんにとってこれ見てね、現在住んでるお家から引っ越しも転職も習い事も具合悪くなって、お医者さんよりも歩いて5分10分車で50キロ約1万キロでも一番いいのは真北北西が一番いいよってことで1と書いたのね。で2番目には真南なんとか、2番目にから2と書いたので、3番目がちょっと西南ところ、誰だって自分の家から行ってきますただいま、行ってきますただいま、ただいまって言われないの引っ越しだけ。これが夏美さんにとって本物の気の流れ、善悪の善の流れ、良し悪しの良しの流れで、本物の反対は偽物、善の反対は悪、ダメは罰でしょ。
罰にこう書いた大凶の凶の意だから自分の家から真東北東はあなたにとっては善悪で言えば悪ねっていうのなんです。だからこっちの歯医者にとって下手くそで感じ悪いよねとかってあるじゃない。でこっちの歯医者にとってすごい上手で感じいいのってこうあるじゃない。必ずよしよしあるよね。でこういうふうにしてで、あなたはこれから必ずどっか引っ越すでも南東に部屋寝室があって頭を南に向けると。でこれあなたの寝室だったね。人は寝てる時って無なの。明日のための心と体をリセットしてるのね。おはようと来たらこの頭で物を考えてこの足で行動をとることを自立独立成長成功たった1000グラスって日の流れの意味させていくからよく眠れて疲れが取れて物事スムーズにいきますよと。これが本物、ね、こっちが悪、ね、ここまでちょっとババって言ったけど早かった喋るの、大丈夫？なんとなく分かりました。え、ちょっとこれ確認してみます、言えないです。うん、そうだね。もちろんこの紙あなたに私からちゃんと持っててね。で、ここまで言ったけど、何か質問あれば質問して、質問だけ今度健康面見た時に、健康面聞いてこれから言うけども、その時にあなたに霊的な影響があるかないかは体で感じるから、ちょっと待ってね。あの、忘れない中ちょっと書いておきたいのは、この紙なくさないでね。2019年。令和元年。今日は6月の22日土曜日。あれからいつだったっけ、1年ぶりかなとかさ、どこだったっけとか、そういうの必ず、だから確かな記憶よりも3センチの意味でものを書いて記録に残すことね。さあ、じゃあ両手出し、いや両手無理かな、片手でいいや、こっちの左目を閉じて、私が手を入れたらこの手に集中して健康を見る、健康、はい、これで終わりになるよ、はい、じゃあ目を閉じてね、はい。